はい、皆さんこんにちは、大阪大学高デザインセンターの教員の池田です。今日は、イノベーターの、ジレンマ入門の中の破壊的イノベーションとは何かについて、皆さんに解説し、これから学んでいきたいと思います。最初に、この破壊的、イノベーションとは何かということについて学んでいただきますが、私たちが、通常共有している、イノベーションのジレンマについての、裏バスを今挙げているところです。で、皆様にはですね、どこに資料にアクセスするかというと、第3回目のですね、こちらの方ですね、破壊的イノベーションとは何か、ここをリンクしていただきます。破壊的イノベーションとは何かということです。で、ここで重要になるのは、破壊的イノベーションと持続的イノベーションということであります。破壊的イノベーションというのは、持続的イノベーションを超えるはるかに高い、パフォーマンスを持つようなイノベーションを破壊的イノベーションというふうに呼びます。持続的イノベーション、持続的イノベーションというのは、大企業が常に持って、いる、まあ、イノベーションのタイプで、少しずつ品質を改良していく、クオリティを高くする、あるいは、まあ、外見がですね、どんどん洗練されていく、そういうタイプのものです。通常我々はですね、大企業が安定しているのでですね、就職するには大企業がいいなという、そういう感じを持ちますけれども、破壊的イノベーターというのは後発で、大企業のような安心感はありません。他方ですね、その破壊的イノベーションが持つ魅力もあるわけですね。基本的に大企業が有利なのは、現在ある財とかサービスをですね、より良くする点ではですね、市場を占有しているわけですから、非常に有利になるわけです。大企業のタイプのようなイノベーションをですね、持続的イノベーションというふうに呼びます。持続的イノベーションにはですね、大きく分けて2つのタイプがあります。前進的なもの、まあ、少しずつ成長していくもの、それからライバルを突き放す画期的なものというのがあります。ライバルを突き放す画期的なものっていうのは、まあ、アップルコンピューターが非常に有名ですけれども、アップルコンピューターの iWatch、ここを見てみましょう。iWatch、これは現在のスマートウォッチですけれども、非常に形が洗練されており、このアップルウォッチがですね、まあ、現在は多様なですね、色とがですね、デザインによるものですけれども、見た瞬間に、すぐわかるわけですよね。こういうイノベーションのタイプを、まあ、ライバルを突き放す画期的なもの、それ以外、後発の部分でたくさんの破壊的イノベーターが登場してきますが、この Apple Watch というのは iPhone と、連動しているっていう、そういう、まあ、特色があり、他の Bluetooth 対応のものとは随分違います。破壊的、他方ですですね、これ今申し上げたのは、持続的イノベーションですけれども、じゃあ破壊的イノベーションとは何かということですけれども、この教科書ではですね、4つの性格が挙げられています。性能は未知数だと、それから新しい客や性能重視をしない客にアピールするんだと、それからシンプルで非常に使いやすいと、安上がりな製品やサービスであるということですね。で、破壊的イノベーションというのはですね、既存の製品のを客は望まないという、そういう性質がですね、破壊的イノベーションには、まあ、役立つわけですけれども、逆に破壊的イノベーションを、既存のですね、持続的イノベーションを、使い続けている大企業が、それを使うかというとですね、どうも破壊的イノベーションというのは、まあなんか既存の客は望まないんじゃないかという形で、その破壊的イノベーションを採用しないという、
そういう特徴があります。しかし、そうしてですね、持続的イノベーションと破壊的イノベーションと、いうのは、このそれぞれ持続的イノベーターと破壊的イノベーターの間ではですね、お互いに相互に離反するという、そういう性質があります。さて、破壊的イノベーションのタイプには、持続的イノベーションのタイプに似てですね、やっぱりあのタイプが2タイプあります。一つは、新市場破壊型というタイプのものと、もう一つはローエンド破壊型というものです。ローエンド破壊型っていうのは、どういうものかと申しますと、まあ、性能、高品、高性能は求めないんだけれども、とにかく面白い。それから、面白いし、安いというわけで、ハイエンドなユーザーが使えない領域で、ハイエンドのタイプのものがあると、経済的に安いということで、ローエンドで、破壊現象が起こるという。まあ、一種のこれは価格破壊的な、市場の誘導ということですね。それから、破壊的イノベーターはですね、無消費をターゲットにするものですよね。で、これは、市場破壊型のターゲット、市場破壊型の、破壊的イノベーションの、まあ、タイプなんですけれども、こういうのはですね、無消費をターゲットにする。無消費というのは何も持っていない状態の顧客のことであります。何も持っていない状態、つまり今までないサービスを、まあ、生み出すというものですね。この教科書では事例はですね、ソニーのトランジスタラジオ、パーソナルコンピューターというのが、まあ、事例に上がっています。空前絶後ということですよね。新しいものが登場した。で、それは未知数であるけれども、何を生むか分からないけれども、もうその顧客はその以前に、そういう商品がないわけですから、もう飛びつくわけですね。高いお金を払っても飛びつくということです。で、コンピューター、パーソナルコンピューターの誕生の歴史の中で、マイクロプロセッサーの登場と、それの、まあ、キットのですね、を使ってですね、自分でコンピューターを組み上げるっていう、まあそういう経験がまああるわけですけれども、そういうそのコンピューターオタクからですね、パーソナルコンピューターのユーザーに、そのマーケットが、まあ、顧客がですね、変化するには大きな革命というものがありました。Apple コンピューターの歴史の中では、1977年に登場した Apple II という、そういうコンピューターが非常に著名です。実はその3年前に Apple I というものが、まあ Apple I というか、一番最初に出た時に Apple っていう、そういうコンピューターがあったんですけれども、これを今皆さんの画面で、見ているものっていうのは Apple II のコンピューターなんですけれども、Apple I のコンピューター、の画像をちょっとお見せしますと、愕然とするものがあります。これはですね、全く異なったページですけれども、Apple コンピューターの創業者、2人の2大創業者ですね、スティーブ・ジョブズ、それからスティーブ・ウォズニアックという人。このウォズニアックが、まあ、技術的に最も、貢献したわけですけれども、これが、なんと Apple One コンピューターですね。後に Apple One コンピューターと呼ばれるようなコンピューターです。もうなんか手作り感満載ですけれども、なんとなくボロっちいし、この Apple という文字のですね、切り方も非常に素人っぽいですよね。一応その、記録媒体としてのカセットテープというのはこの中に組み込まれていますけれども、まあ、そういう意味では、ホールインワンタイプでですね、なんとなく、良さげですけれども、先ほどの Apple II のコンピューターを見るとですね、全然、まあ、洗練された度合いが、まあ、異なるわけですね。で、実際にマーケットもですね、この Apple II の登場でですね、ここに、Apple コンピューターの非常に有名なロゴも見えますけれども、これでですね、圧倒的に売れたわけですね。みんなが飛びついたというわけです。で、これだけだったら、単なる、まあ、コンピューターオタクがですね、自分でプログラムを、組み立てるっていう、
そういうことだったんですけど、Apple II の、革命のもう一つの面というのは、スプレッドシート。いわゆる、商品名でいうと、マイクロソフトの Excel のような、まあ、表計算ですよね。これでがですね、まあ、実装されるようになったと。ビジカルクという、そういうソフトウェアですけれども、ここで、このパーソナルコンピューターというのが、それまでね、コンピューターオタクのおもちゃだったのが、実際に仕事に使えるじゃないか、という形でですね、登場するわけですね。そうしてですね、アップルコンピューターをやがて、コンピューターを次々と新しい、まあ、デザインで、まあ、市場のをですね、コンピューターのファンというのを、アップルファンという、そういう形で市場を作り上げていくわけですけれども、その後の発展というのは、デザイン的なセンスであるとか、そういうものを重視するように、使いやすさとかですね、そういうものを重視するようになって、まさに持続的イノベーションの軌道にとって、乗ってですね、主流市場に出ていくというわけですね。で、まあ、パソコン業界そのものはですね、パソコンは新たな顧客市場を作るとビジネスとは異なる市場、つまり破壊的イノベーション、を、まあ、達成するっていうわけであります。それからですね、ローエンド型のですね、破壊的イノベーションにはですね、どういうものがあるのかということなんですけれども、先ほどの復習になりますけれども、ローエンドというのは、安くてもいいから、とにかく欲しい。今までそういうものがないという、まあそういう、新市場的な性格もあるんだけれども、すでに、あるんだけれども、すでにある製品というのはなんか高い。例えば、電気ポットですよね。で、電気ポット、例えば日本の電気ポットっていうのは、ものすごくハイエンド化していきました。真空になるとか、お湯が沸きやすいとか、それから、高齢者が電気ポットを使うので、見張りとか見回り機能がついてるんだとか、そういう、まあ、機能があったわけですけれども、ティファールの、電気ポットっていうのは、これはローエンド型の典型で、どうしてかって言ったら、もう、ティーバッグ一杯分だけの、要するに、お湯を沸かすことができるっていう。長い間ね、何リットルもお湯をですね、作ってですね、それを、こまめにお茶を入れるために使うんじゃなくて、いやいやいや、もうティーバッグの、それだけでいいんだと。そういうわけで、非常に容量が少なくても、非常に早く沸く、ポトル。そして、電気、ポットですね。そして、かつ、お値段もお手頃だというところで、ローエンド型の、まあ、典型で、あります。それからですね、まあ、ローエンドと新しい市場の、まあ、サービスっていうふうな面では、全くその、既存の家具と IKEA の組み立て家具っていうのは全く違うわけですけれども、だけど、実際に家具をですね、配達するんじゃなくて自分で組み立てる。それからコストが安い。それから、これは IKEA の企業努力の結果なんですけれども、品質がいい。そしてデザインがいい。そういう点でですね、その、ローエンドに、まあ、食い込んでいくことが可能になったわけですね。家具は高級家具ではなくて、お手頃でかつデザインセンスのいいようなもの、そういう世代の人たちに大きく強くアピールした。それから、理髪店ですね。理容店、理髪店、のキュービーハウスですね。これは電車のホームの中に、時々見かけることが ありますけれども、まあ、格安で、で、頭をお湯でですね、洗ってくれないわけですね。洗う代わりに、要するに、電気掃除機みたいなものをね、頭にかけることで、とにかく安い、早い、安いっていう、そういう形で、やはりローエンドタイプの破壊で、非常に成功した。理髪のですね、利用のですね、理髪店のタイプ、利用の仕方を完全に変えてしまったっていう部分もあります。もちろんそれはですね、通常の理髪店をですね、潰すというふうなことではなくて、
違うところでのですね、あのマーケットを作ったという、そういうわけであります。既存の、あの企業というのは、なかなか、あの、破壊的イノベーションというのを採用しにくいという、そういう一つの恒例として、アメリカの通信会社 の, あの例が、あの、挙げられています。ウエスタンユニオンというのは、電報とか電信ですよね。これを行う会社で、アメリカでですね、東西大陸、東海岸と西海岸ですね、アメリカ大陸を、まあ、いわゆる、東と西を、まあ、あの、電信網でつなぐっていう、そういう大きな、あの、偉業を成し遂げた、あの、会社です。しかしながらですね、あの、グラハム・ベルは、1876年に、その電話を発明して、その電話をですね、その、電信網を、アメリカ大陸に全土に広げていた、ウエスタンユニオンにですね、特許を買ってくれないかというふうに言うわけですね。で、グラハム・ベルの側からすれば、非常に合理的なわけですね。電話というのは、電信よりも、声で伝えることができるし、臨場感がありますし、伝えるものとしては非常に素晴らしいものであるわけですね。ところがウエスタンユニオンはですね、その電話の発明をですね、違うように見た。つまり電話と電報の規模の違い。一番最初の電話というのは、東京と横浜よりも短い距離のぐらいしか、要するに電話情報を送ることができなかったわけですね。それからそういうインフラストラクチャーもなかった。かたや、アメリカ大陸を横断できるような、それぐらいの規模である。それから精度の違いですね。電信というのはモールス信号で送るわけですから、アルファベット化してモールス信号というふうなことで、基本的に非常に正確であるということ。ですね。だから電話の曖昧さ、それから、電報の正確さという、こういう精度の違いが、特許を買ってくれとかなんか言っても、まあ、県もほろろに断ったということなわけです。で、結局ベルはですね、そのまま、新しい、自分でですね、まあ、あの、企業ですよね、市場を開拓する努力を通してようやく起業できるようになる。まあ、その起業の努力の中には、例えば定額、月額定額制だとか、そういうものになったり、それから、発明後から3年後にホワイトハウスに導入されるようになる。で、ウェスタンユニオンはですね、ベルの電話会社の成功を見て、慌てて参入することになるわけですけれども、そのノウハウ、破壊的イノベーションのノウハウがないわけですから、成功しないと。で、現在、ウェスタンユニオンっていうのは、現在でもその会社がありますけれども、まあ、コミュニケーションの会社というよりも、その、世界における送金サービスの会社として、まあ、有名になったというわけですね。まあ、だから、そちらの方は、破壊的イノベーションで成功したのかもしれないけれども、グラハム・ベルのですね、破壊的イノベーションについて理解をすることがですね、できなかったというわけです。というわけで、今日はこのセッションはですね、破壊的イノベーションとは何かということについて、解説をいたしました。私は大阪大学高デザインセンターの池田と申します。ご清聴どうもありがとうございました。またお会いするのを楽しみにしております。